ジェームズ・スミソンは、鉱物学、科学の分野における功績の他に、自身の全遺産をアメリカ合衆国政府に寄付し、スミソニアン協会設立の基金となったことで有名である。生涯はあまり詳しくわかっていない。彼の研究ノートや科学コレクション、日記と手紙は1865年に、スミソニアン博物館本部ビルの火災で失われた。イギリスのノーサン・バランド校。 ヒューパーシーの死生児という立場で生まれ、後に生を父方に変更し、貴族として認知された。1787年に王立教会フェロー選出。スミソンは生涯独身であり、正式な財産相続人がなく、その意思により遺産はアメリカ合衆国に寄付され、1836年にアメリカ合衆国議会に承認され、受け入れられた。 生涯アメリカ合衆国を訪問したことがなかったが、死後その意志により、意外のみ、アメリカ合衆国上陸を果たしている。棺は、ワシントン DC にある、スミソニアン協会本部ビル1階に安置されており、自由に配管することができる。岸士アインコーは当時、カラミンと呼ばれて同一視されていた、異極光とこの鉱物と別の鉱物だと分析した、スミソンの名に由来する。 ありがとうございます。